在宅教育を進めている県立学校について県教育委員会は在宅教育の期間を5月末まで延長すると決定しました4月24日、県教育委員会は新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ県立学校における在宅教育の実施期間を延長すると決定しました。 4月月27日日から5月31ままでは事実上臨時休校となります今後は引き続き授業動画を YouTube のチャンネルにアップロードし動画を見ることができない環境の家庭には動画を収録した DVD や USB メモリを再生に必要なパソコンとセットで提供する予定です。 またオンラインで面談やテストなどを行うことができる Google のツールを使って学習の評価の方法を研究する方針ですこれは西野京高校など6つのモデル校で5月中旬頃から始める予定だということです